今日ね、のっぴきならねえ事情でそういうあれなんですね、まあ、ご都合でですね、今日お休みなので、はい、原稿いただいてるのでね、ちょっと、私の方からルーディの方から、ね、はい、ご紹介できればと思うんですけどもね、アラさんがここ数回ですね、はい、著書のご自身でね書かれている文章とかのね、うんうん、ご紹介しましたけど、その中のね最後の、一つということで、うんうん、いただいた原稿を読みますね、はい、私が原稿に関する仕事を始めて10年の説明を迎えた際にずっとテーマにしてきたことを記しました。そのテーマとは、同じようにケアをしていても治る人と治らない人がいるのはなぜかというものです、うんうんうん、そういう目で世の中を改めて見てみると、やはり同じ病気でも治らない人と治る人がいます、うん、また健康な人はほとんど病気らしい病気はしませんが、病気の人は何度も同じ病気を繰り返したり、次々に違う病気にを患ったり、いくつもの病気を抱えたりしています、そして健康な人は病院や薬には縁がなく、何年も何十年も病院には行ったことがありません。でも病気の人は何かあれば病院、何かあれば薬というパターンで、病院や薬から離れることができません。確かにそういうふうに分かれるかもしれないですよね。で、その結果、健康な人からするとどうして病気になるのか分からない、病気の人からするとどうしたら健康になるのか分からないとなってしまいます。この違いどこから来るものなのか、それをずっと考えながら健康な人と病気の人を観察していたら、治る人には治る人に共通する要素、治らない人には治らない人に共通する要素があることが分かってきました。つまり健康な人、治る人と病気の人、治らない、病気の人、治らない人には明らかな違いがあるのです。この違いを理解して健康な人、治る人に見習えば、病気の人や治らない人が健康人、治る人になれるはずです、うんうん、そういう意味で病気が治らず困っている人にはもちろん読んでいただけると嬉しいですし、今病気でない人もやすやすと病気にならないように予防に役立てていただけると思います、うん、仮のものですが、このタイトルは治らない人から治る人へという、ね、うん、文章を、まあ、書かれているということですのでね、うん、まあ、興味のある方はぜひまた、いや本当そう、なんか考え方変えていかないとね、うん、そうですよね、うん、やっぱり何回も同じことを繰り返しちゃってる人って、そうなんですよ、ね、うん、考えよく見てみればね、本当そういう人ばっかりですからね、はい、また再来週はご登場いただけるかなと思います、はい、ということで今週の皆さん、どうもありがとうございました。